天理大学は、奈良県天理市そまの内町1052本部を置く、日本の私立大学である。1949年に設置された。大学の略称は、天内、または天理。修士課程天理教協会本部の南にあり、道路を挟んで南北に分けられる。体育学部キャンパス、天理駅の西側近くにある。教室は7号棟と8号棟。七号棟の一階には、 図書室である、情報ライブラリー文館がある。体育館は、総合体育館、第三体育館、武道館があり、総合体育館内には公認仕様のプールもある。陸上競技場は、全天候型。天理大学園各学校概要、天理大学並びに、ふるさと会の歩み、学科の制定2019年4月天理、大学文学部歴史文化学科が生まれ変わります。 日本放送協会、天理大学と天理医療大学さ来年4月に、合併 NHK 奈良県のニュース。NHK ニュースウェブ、2021年5月27日、閲覧。ホッケー天理大部員不祥事で、日本リーク欠場、産経新聞2009年4月11日。部員窃盗の天理大に処分日本ホッケー協会、産経新聞2009年4月11日。 天理大柔道部で暴力部長把握後、全住連理時に、東京新聞有館2013年9月4日2013年9月4日、東京新聞有館。ありがとうございます。